さあ、鉄拳10番、時田正義、馬人1号、いい300R、いい角度、いい角度、バーに角度をつけまして、そして、振り返し、スーッと柔らかい、二角、そしてスーッとイン側に打っていく、立ち上がっていくところは悪くはない。手堅くまとめたかな。さあ、もともとは本当に単走番長、川端雅人。さあ、300R、ケツから来ている。いい角度で、そしてこの角度も高い、この角度も高い、綺麗なラインでまっすぐ、おお、さあイングはちょっと入った、しかしまずまとめて得点は来たでしょう。はい、D1 界の引田天功黒井です。今回は富士、上に見える富士山を僕の煙で消してみたいと思います。楽しみにしてくださいね。角度もすごいですよ。残念ながら路面はウエットということで、今日の黒いイリュージョンどう走ってくるのか。いよーっと、いよーっと、危ないぞ、ドリフトをおーっと言わせる。フォローがすごい。300の飛び出しが僕の登場なんで、こうみんなにドキッとさせたのっていう。あれ300狙いですか。そうですね、300の僕のイリュージョンです。さあ、斉藤大吾、マシンをチェンジいたしまして、チェイサーを持って300R から出てきた。いやー、それでもドキッとする角度、ケツ進入、そして振り返したところもスピードが高い。このコントロールがうまいんです。続いては熊高の信重です。さあ、手前から振ってきた、手前から振ってきた状態で、ちょっと浅めではありますが、持っていき方ちょっとグラッとした、一ぐらい入った。さあ、スピードが死んだ、スピード死んだ、遅い、あ、一ぐらからちょっと減速失敗がありまして 98.1。 さあ、続いてはゼッケン5番、末永正夫、どういう走りを見せるか。300Rからいい振りできた、かなり手前から振って、振り返しも抑え気味でいいぞ。ああ、近く1ぐら、ああ、またこれちょっとグラッと入った。しかし、それでもまとめて、それでもまとめてった、二角1フラぐらい。そうそうそう、妻夫木聡です。やはりね、この富士大井戸にとって非常に縁起が悪か、今度とっとと負けたら 300R にうんこして帰ってやるやめなさいよ、本当にね。この野村健は本当にことごとく富士では何かトラブルが起きると、いい順位になったことが全くないと、300R から飛び出てくる状態はいいぞ。いいよ。さあ、安定した走りを常に見せているこのブリッジスタンドアップスカイライン、まとめてくれば、まとめてくればいい。いやー、落ち着いたところです。一瞬一角が入ったけれども、ここはなんとか立ち上がっていった、持ちこたえた、 98.42 です。ギリギリいいところまでやってまいりました。いや、ちょっとね、走りとしては自分的にすごくダサい走りをしてしまったんですが、ギリギリセーフ、残ったみたいでよかった。さあ、あとは残り3人です。まずは今村洋一、いい角度できた、ね、スピードも十分です。真ん中ラインもいい、ね、そして振り返し、本当に教科書通り、通ればいいっていうのは、もう高得点で通りますよ、教科書通り。もう第3が本当に面白くないっていうぐらいな、うまいね、この人は。さあ、富士では不利と言われている NA86 海老野哲也、先ほど2時間でエンジン交換を済ませた、そのエンジンが、あ、ダメだ、いや、エンジンがダメだ。チャンピオン争いをしている一角、海老野が、いや、ラウンド7、ダメだ、残ることができない。手塚剛を追いかける日比野哲也がまずここで脱落です。あ、悔しいね。さあ、そしてゼッケン1番、手塚剛、今1番チャンピオンに近い男、出てまいります。ゼッケン1番、いいね、 300R から出てくる状態はいい。振り返し、こっからです、勝負はこっから、これを抑えられるか。おー、いい速度、いい速度、抑えた、いや、本番に強い、この男、本番に強い、うまい、今年の手塚はちょっと違うぞ。 99.27、 2番手、見事、うまい。さあ、というところでベ